ですね、いいですね。なんか変わってる。頑張りますよ、頑張ります。沖縄だ、沖縄バスで沖縄問題は全国の問題なんだと言うと、この町の交渉に勝たなければ沖縄は良くなる。沖縄は本物の男性か。愛をいっぱい沖縄県民に与えさせてください。沖縄この喧嘩に負けちゃいけない。私がバトンタッチして国と喧嘩してみましょう。賛成か反対かの論議を終わりです。飛ばしるような沖縄の強さをホワイトハウスと調整をしなければ、協議をしなければ沖縄問題は解決しません。全て出し切りたい。先延ばしはしません。パフォーマンスもしません。結論しか導き出しません。いいね。私の全てをかけてもう県民が一つになって前に進むんです。やらなければいけない夢がいっぱいあります。この私たちの夢全て沖縄県民の力でできるんです。頑張れよ。沖縄の尊厳と沖縄の誇りを取り戻す選挙。もしまた革新とかではなくて、新しい風の地、新しい流れを作る地。夢を実現する政治家として、何が何でも勝たなきゃいけない。新しい戦いのために私はスタートします。協議をして相手を理解させる。全てをかけて沖縄の全てを変える。また沖縄のことを考えてくれる人が1人でも2人でも3人でも5人でも10人でも100人でも、沖縄県民って連絡でやれば世の中を変える力がある。あと100年生きるよ。最高だね。やりたいと思う人手挙げて。